モモ第1回ウェルカムトゥザワールドエンドガーデン。今からでも遅くないわ。ゆめちゃんへ、ごめんね。借金取り怖いのでちょっくら身を隠します。あとはよろしき。あ、そういえば今日誕生日おめでとう。パパより愛を込めて。あのクソ親父。え、またおじさんいなくなっちゃったの？まあ別にいいけど、もう慣れてるし。あんなんだからお母さんも挨拶かして出てくんだっつーの。まったく。あ、じゃあまたうちに泊まりに来れば。いいよ、かなかの家にこれ以上迷惑かけらんない。そんな今さら。小田切ゆめ、高校1年生。そうだ、これあげるから元気出して。うちの店の新作シュークリーム、ゆめ好きでしょ。シュークリーム。ごめん。怪我は。どこにでもいるような普通の高校生って言いたいところだけど、最近の私はちょっとついてないというか。だからね、小田切さん、あなた数学と世界史解答欄ずれてたのよ。ちゃんと合ってれば平均点は楽に超えてたのに。あ、惜しかったけど決まりは決まりだから、追試ね、追試。ゆめついてね。お願い、話題変えて。あ、そういやさ、あの坂の上のでかい家、誰か引っ越してきたみたいよ。え、あそこ草ぼうぼうで人なんか住める感じじゃなかったじゃん。あ、そのお菓子ちょうだい。掃除とか大変。ゆめゆめ、川口先輩来たよ。え、ゆめって先輩狙いなの？かなかいるじゃん。だからかなはただの幼馴染だってば。あ、先輩今日もかっこいい。待ってよ。ええー、女ずれ。マジで。あ、ちょ、そんな目で見ないでよ。ほら、ちょっとかっこいいなって思ってただけだし、もともと本気じゃないし。うん、ちょっとついてないっていうか、世界で一番って言ってもいいくらいなんじゃないか、これ。可愛い人だったな彼女さん。いやいや、今の私にはもっと悩むべきことがあるはず。生活費、追試。だからさ。バカねお前。だってね、あくんが。いいな、楽しそう。私があれくらいの年の時、なんとかダムスの大予言なんてのがあって、世界が滅びるとかなんとかって話が流行ったりして、結局なんともなかったわけだけど、あの時世界が滅びてくれてたら、今こんな辛い目には。アホくさ。やめやめ、本屋でバイト情報誌でも見てこよう。危ない。ぐえ、ちょっと大丈夫？飛び出しちゃう、もう。桃様、桃様、大丈夫ですか？あら、かっこいいお兄さん。で、え、桃様？さなり、怪我した。え、どこです？私じゃない、あっち。申し訳ございません。手当ていたしますので、一緒に来ていただけますか？え、平
ずこれぐらい。いいえ、このまま返すわけには。うちはすぐそこなので、助けていただいたお礼も兼ねて、ぜひ。坂の上のでかい家、誰か引っ越してきたみたいよ。ああ、あれってこの人たちの。女の子を助けたお礼にお屋敷に招待されてしまった。怪我は大したことないんだけど、これって行くべき？コミック、モモ、第1回いかがだったでしょうか。小田切夢役の藤田咲です。桃役の田村ゆかりです。今週から4週にわたってお届けする作品はリボンにて連載中、坂井真由先生のモモです。ということで、はい、終わりましたね。収録終わりましたね。って言っちゃいけなかったんでしたっけ。第1話分が終わりましたね。はい、そうじゃないっすね。みんな大人だから分かってると思うよ。大丈夫だよ。そうですかね。はい、どうですか、ももちゃんというキャラクターを演じてみて。ももは可愛いんだけど、可愛いんだか怖いんだかがよく分からない。今のところ ね、 今のところまだ、うん、そうですね、不思議な女の子みたいな感じですよね、今のところは、うん、私も今のところお父さんが借金まみれでお母さんが出て行ったっていうことしかわからない主人公なので、うん、しかもお父さんよろしきとか言ってますけれど、でもお父さんすごいイケメンらしいよ。あ、やだなんだってそうらしいですね、うん、まあ女の子を助けたお礼にお屋敷に招待されてしまったっていうことなんですけども、何だろうね、何だろうこのヒントは何だろうって。今回のお話ですよ。あー話か違うの違うの、ここからどうやって広げるんだろうって思ったの。あらすじね。確かに。そうかそうかそうか。これはもうちょっとしたヒントですね。そうだね。あ、そういえばなんとかダムスさんとか出てきましたけど、うん、なんとかダムスさんの頃ゆかりさん何してたか覚えてます？いつだっけ。1999年、79年何もなかったよね。結局何も起きてない。何かあったら私たちどうにかなってますね。そうだよね。でも何もないだろうなって思ってた。あ、そうなんですか。うん、割と思ってた。普通に現実主義的になんかだってさ、何もなさそうだったじゃん、世界的に世界の雰囲気的に。世界の雰囲気的には、うん、何してた。私その頃予備校に通ってて、ちょうど塾の授業を受けてた時に、うんうん、そういう話がいっぱい出てきて、うん、だったら勉強に来なきゃいいのにってずっと思ってたんですよ、周りの人に対して。ああ、自分は信じてなかったの。自分は信じてなかったんで、ちゃんと言ってたんですけど、うんうん、なんかこう周りが騒いでるのを見ながら、うん、あー、じゃあ来なきゃいいのにまあね、思ってたんですよね。だけどさ、思うんだけど、はい、その地球とかがね、世界がなくなるって言われても、うん、何していいか分かんないから普段通りにしてるじゃないそうですね、うん、なんか地球は明日終わるから会社行きませんって言ってもしょうがないですもんね。そうだよね、うん、なくなんなかったしねそうですねさて、この話はどうなるのか。うまいうまいですうまい次回もお楽しみに。